ですか？あ、クレプトマニアックです。絵を描いたり音楽を作ったりコラージュをしたりランプを作ったりいろいろなやり方でむき出しております。ビル全体を使うのはすごく面白いなと思いますね。階によって傾向が全然違ったりして、私たちの階はちょっと薄汚いところだったりして、ちょっとメンツも面白いからこれからどうなるのか楽しみですし、そのビクションっていう意味も聞いて、何かしらアクションを起こすっていうのは何かとんでもないまた違うものを生み出したりもするのでいいと思います。未来についてはちょっと全然正直言うと全く想像がつかないのですが、昔はもっとなんか未来のことってこうなるんじゃないかって考えられてたんだけど、今逆に本当に何もわからないなっていう感じになっていて、アートがどうなるとか世の中がどうなるとかもわからないから、もう今をちゃんと見つめて表現するところは表現して一個一個ちゃんとまっすぐ見ていくことっていうのが今は大事なんだろうなと思います。本当に全然想像もしなかったことが起きていくんじゃないかなっていう変な予感はしております。だからアートで楽しい方向にちょっと持っていけたらいいなと思います。そして今みたいな時こそ私のような浜だらかのようななんかむき出しの作品がやっと生きてくる時代なんじゃないかと思ったりして、こう中のものをぶちまけてるものを見せていけたらいいなと思います。